お尻の筋肉をストレッチするための方法というのをご紹介します。なぜお尻の筋肉を伸ばすのかというとですね、例えばこのように横蹴りだったりとかですね、掛け蹴りだったりとか、あとは内回し、そして後ろ回し蹴り、こういった蹴りを蹴るときにですね、膝がこのようにですね、内側に入っていく場面があります。その時にお尻の筋肉が硬いと膝っていうのはこう内側に入りにくくなります。なのでこの内側に膝を入れるためにですね、このお尻の筋肉の柔軟性というのが必要になってきます。その方法をご紹介します。足を組んでいただきます。この状態から膝を立てます。そうすることでですね、ここのお尻の筋肉っていうのがぐっと張ってくるんですね。はい、でこの状態から膝をしっかりと体の方にぐっと抱え込んでいきます。こうすることでお尻の筋肉が伸ばせます。ポイントが一つありまして、必ずですね、この腰、これをまっすぐとですね起こしておくことです。そうすることでよりですね、この大臀筋中臀筋というのがですねぐっと伸ばされていきます。で、伸び感が足らないという方は下の足を折りたたんでいただく。折りたたんだ状態でさらに強く引き寄せる。体が硬くてできないよという方はですね、足を伸ばした状態で結構です。このままですね、仰向けにボローンと寝転がってください。この状態からもう片方の足をですね、手前に引き寄せるようにします。ぐーっと。そうすることで姿勢はまっすぐで、このお尻の筋肉っていうのが伸ばすことができます。もう一つは、さらに深く伸ばしていく方法。これから結構柔らかい方が行いますけれども、この立ち膝の状態から片方の足を折り曲げます。折り曲げた状態で体を倒していく。という形になりますね。立ち膝の状態から足を倒す。この状態から足をロックしていただいて体を倒していくという形ですね。こうすることでかなり深くお尻の筋肉は伸びていきます。ちょっと反対側でもやってみますね。膝を倒した状態ですね。ここですね、やりました。この状態で体を倒していきます。ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか、今回の動画。少しでも参考になったよっていう人はですね、ぜひこちらから YouTube のチャンネル登録、そしていいねボタン、ポチッと押していただけたら嬉しいです。自分が動画を配信していく上ですごくモチベーションになります。